ゼストは、ホンダ技研工業が生産、販売していた、トールワゴン型の軽自動車である。ライフの派生車種であるザッツの後継者として、引き続きライフの派生車種として登場。4代目ライフとプラットフォームを共通とし、ノリノリ自在なスイッチムーバーをコンセプトにしており、高い室内項と荷物を積みやすいのが特徴。ガラスの下の線を階段のように上げて、 ダイナミックボリュームを採用している。軽自動車発のサイドカーテンやバッグが装備されており、運転席、助手席ともに最高の衝突安全性能総合評価である6、スターも軽自動車で初めて獲得した。ゼストスパークの FF ターボ車の上級グレードには、スポーツサスペンションを標準装備しており、操縦性と安定性を高めている。マスクや、 走行性能の高さによって一時はライフをしのぐ人気ハイトワゴンとなるが、ダイハツタントなど、さらに居住性を重視した軽スーパーハイトワゴンが台頭するとともに、人気は急落してしまう。機構はライフとほとんど共通であり、P07A 型に4足 AT を組み合わせたもののみとなっている。ホンダカーズ10、ありがとうございます。